ケルのちょっとあれしていくわ、トリビア怖えやっていきましょう。まずマイケル・ジャクソンのヒール・ザ・ワールドっていう世界を癒そうっていう、まあ、曲があるんですけど、その曲の声を分析した人がいて、声質っていうのはバイオリンとかの音色よりも癒し効果が、癒す効果の波長が高かったっていう、そういう研究結果がもう出てるぐらいで、かといえば、かと思えばがなり声というか、はぁーみたいな、そういう声も出せる。かっこいいね。かっこいい。そう、本気で歌った時はかっこいい。あと手を抜かないマイケルは。あ、そうね。それもいいところね。何やれ、なんかさ、こう来ましたよ、コノスケの、なんかね、BTS 批判。そう、つか K-POP ありがちなんだけど、こうね、もうその最初に披露した後からもう全部もう手抜いてっちゃう。あ、しまいには踊らなくなるグループ、あのビッグバーンとか言っちゃダメだけど、もうそういう感じ。ああ、とトリプル A とかもそう、ね、踊ってほしいんだよ、そのパフォーマンス。わかるわかる。歌もまあ見たいけど、パフォーマンスがどっちかっていうと見たいから、わかるわかる。ちゃんと踊ってほしいなと。ライブ行ってる意味があんまないなくないって思っちゃう。なんか丁寧に踊んないグループとか。そう、まあかっこいいんだけど、ね、ドリブレイはまさにそれですよ。まあまあ踊ってるところ踊ってんだけど、もうほぼほぼほぼもう歌なんだよ。まあ歌の、まあ歌のアレンジがいいんだけどね。それはそれでいいんだけども、ミュージックミュージックって歌が無理しないで、その結果がいいよ。これわかるし、まあ、あれはマジであれはできない。マイケルはもうまあ手を抜かないで、あの人やってる規模が違うっていうのもかっこいいのよね。なんか東京ドームとかより同じとか、まあ、それよりちょっと広い規模の会場かもしれないけど、それでも1回で7万人とか8万人とかなので、東京ドームって言ったら1回の公演で3万人4万人とかあるじゃん。で今ってもうさ、なんかさ、ジャニーズが始めたあのなんかでっかい動くステージなのさ、トロッコなのさ、花道なのさ、大体もうコンサートの主流じゃん。 でっかいスクリーンつけてさ、で真ん中センターのステージとちゃんと本ステージ作って、だから結構あのちゃんとパイプ椅子で区切られてんじゃん。そう、ね、最近あれはなんだかなって、まあ別にいいんだけども、それでも今でもやっぱそういうのをやんない。あのウーバーワールドの男祭りとかね、私一回友達に誘われて行ったことあるんですけど、あの埼玉スーパーアリーナでもう男だけでも、あのあれがないのよ、席もなくてもぎゅうぎゅうになって、もうなかなかそのもうライブハウスをもう単純にでかくしましたみたいな、ああいうライブ、まあ今もやってるバンドありますけども、そういう感じ。それの東京ドームとかもっとでかいバージョンのマイケルがやってたわけじゃん。すごいね。だからあのそコンサート映像はね、ぜひね、普通に公式で売ってるからね、3000円くらいで買えるんで見てほしいんですけども、すっごいよね、人の波が。でペンライトもないじゃん、その時代って。だからみんなライターをこう通して 火の玉の海になってるんだよ。なんでちょっと一回カチッと押して、すいませんね、今ちょっとそれ乱れてしまいまして、心が。スタミライザーの乱れは心の乱れだな。寝れんこの角度だよ、こう中で OK かな。ちょっと今斜めってるけど、もうちょっとしたら戻ると思う。許してけろ、許してにゃって。はい、失礼しました。大丈夫、ちょっと斜めに OK かな。戻ったね、結構戻った。あ、いい感じ、いい感じ。売れてるのにずっとそれが続いてるっていう、本当に。だってマイケルはね、2001でかな、インビジブルっていう、あのマイケルとしては多分生きてるうちでは最後のあのライブ、あのアルバムを出したんだけど、その時になんだっけな、どっかの国で2000万枚売れたのよ、2000万枚ってすごいでしょ。えぐいね。何話したっけマイケルの、あ、そうマイケルのね、そのインスタで、それがなんかある全世界でだっけな、忘れたけど、なんか2000万枚売れたっていうのよ。
の日本でダブルミリオンがすごいって話でしょ、多分それが200万枚じゃん、ダブルミリオンって2000万枚の10倍でもなかなかすごいじゃん。それ2000万枚売れたんだけど、2000万枚しか売れなかったってすごい酷評されたのよ。いやいやみたいな、次元が違いすぎるっつって。その前はどのくらいだった？その前は何千枚。いや、その前はだからスリラーとかって言ったら全世界で一番売れたアルバムだからね。どのくらい？何億枚、まあ、2億枚だけ忘れたけど、今もっとどんどん落ちたんだよね。えぐ、そうだから、そうだね、すごいのよ本当に。マイケル、アイズはどうしたの？マイケル久しぶりにもじゃ喋ったね。アイズはちょっと落ちてるから。あ、落ちてはないけどね。かわいい。あれ、アイズワンって期間限定の やらせグループだっけ。あもうそろね、終わっちゃうんだよね。でもよかったね、期間限定にしといて。ほんとに、なんか期間、その方がいい、潔くない？最初からもうこれでやめますって言っといたら、なんか人気がなくなってやめますより全然かっこいいよね。うん、確かに。ちょっとだって分かってたんじゃないの、それ、プロデューサーとかそっちが作る制作側も。この子たち、いつからアイズワンじゃん。何年前かな。18年の10月。18年の10月だって2年前でも。はい、はい、もう最初からさ、契約。あ、そうだ。メンバーどうする？メンバーは、なんか、いろんな事務所から集まってる子たちなんですよ。あ、そうなんだ。タコちゃん、あれ、HKT 戻るの？あ、そういうのも多分、その時発表されますね。お目に曲がります。あの子、何歳になったの？多分、行くか、いっぱ。あ、そんなちっちゃい頃からやってるの？あ、そうじゃん。あ、なんかメロンジュースの写真がいる時の。あー、見た。ちっちゃい子がいる時の写真。なるほどね。なこみくん、あ、そういうのやってる。さあさあ、で、今回だ。行くっていう話なんですけども、その目的としてはですね、まあ、また、まあ、この時は、まあ、焼く、ね、体を焼く。すごい景色綺麗なんだけど、体を焼く。すごいね。いいね、テンション上がるな。で、俺はって、俺と萌ちゃんは、まあ、いいよ、動画を撮ると、また萌ちゃんの、踊ってる動画をちょっと海のとこ近くで切り取れればいいなって。綺麗ね、これ。その目的で行くんですけど、それよりもすごいと思う。この景色すごいね。なかなかよ。ガールセッチハレルーヤ。はー、どうした、まいちゃん。やっと目を覚ましたかいつって。関東平野マンジャー。関東平野マンジャー、すごいいい景色ですね。皆さんどうですか？いいと思いませんか？まいちゃん、ごめん、びっくりした。これはレンコンかな？やだ、キラー。レンコン、萌えちゃん。はい。あ、レンコンだって。キラー。ハスの花が咲いてる。大っ嫌い。ハスの花。ハスの花ってこの前入ってた。あれ？何あれって。なんか公園行った時の。あ、そう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 。あ、そうそう、そんな感じ。あ、あれはレンコンだよ。あれと一緒。そう。だな。何あれからレンコンできんの？いや、思った。あの人にレンコンあるってことじゃん。絶対まずい。レンコンは好きよ。レンコンとかそういうなんかさ、味付け命みたいな食材ってさ、なんか、お前のアイデンティティなくなって思うんだよね。例えば白子とかって あれも完全にもう ポン酢のポン酢がタレ、ポン酢の味命じゃん。だって白子自体に味そんなないじゃん、全然。ああ、レンコンとかもレンコン自体そんな味ないから、どう味付けをするかっていう。そうすると俺は思うんだよね。だからその食材たちってなんか、あ、レンコンって味ないあんまないよね。まあないことはないけど、ネバネバだね。うわー、そっか、ネバネバするんだから嫌いな感じ。味ないことはないけど、天ぷらはもう一番大好きよ。あ、レンコンの天ぷらね。きんぴらとかにレンコンを蒸す。
になんかさ、からし詰めるやつあるよね。ある。からしレンコンか、そのままか。あ、ごめん、言っちゃう。ちなみにレンコンって体にいいの？やっぱ体にいいよね。ネバネバだから。だいたいネバネバする食材って体にいいよね。山芋だ、レンコンだ、納豆だ、オクラだ、体にいいよね絶対。オクラだ、オクラだ、なんだの。いや、いい景色なんだな。多分これ画面でも伝わってると思うけど、すごいね、晴れてんすよ今日。で、外すんの暑いんだろうけど、それがいいんだね、違う話なんですよ。もいちゃん、今日貝殻探ししますか？あれば何？あ、そりゃそうだな。なんかでかいのあれするよね。そう、前回でっかいのあったから、今回もありそうな気がするんだけどね。でかいのじゃなくて、小さいの探してるからね。あ、もいちゃん小さい派？小さくて、あれだよ、臨海公園。おー、この先のまっすぐな道行きますから、今から。マジ？さあ、それで行こうか。うわ、車かよ。この道結構綺麗じゃないですか。めっちゃまっすぐ。やっば。あ、綺麗。これいいね。あ、これ綺麗だ。なんか絶景とか。え、すごい。絶対あるでしょ。うわ、広い。広いね、これ。わかる？これ綺麗な。うわ、やっぱりこの好きな嫌いな道ね、こういうの。狭い道。あ、怖いね。こりゃいいわ。なんて言うんだろうな、自然を感じるというか、地球を感じるというか、自然。そう、自然。夏やね。そうね、夏を感じるね。いい。いやー、これはいいわ、本当に。やだこれ。空が広いんだ。そうなんだよね、本当に。すごいね。いいね。緑と青と雲と青い空、白い雲、何、緑の稲穂稲穂ってなんかエロいねそりゃわけのわかんない車も通るわ。農業、農業用の車だね。トラクターか。はい、どうすんの？三河泣いているよ。おお、あ、その人たち知ってんすね。あ、大学でも高校でやってるネタだと思ってました。やってるねー。この今の会話もね、聞いたね。聞いたことある人はいるでしょうね。このなんか果てしなくどこまでも続く道、この景色を見て歌を思いつく、このサイドが欲しかったな。そうね。駐車場の猫、マジで同じの思いついた咲かねえなって思ったけど、なぜ坂？あれ、なんか坂下れみたいなこと言わないっけ？あー、サビでね。なんかそんな歌詞があったような気もするね。ほら、いいな。いいね、ゆったりとしてて。そうそう、あ、ごめん、していく。ごめん、いいよ。うん、これちょっとあんまり喋る言葉はなくですね。喋る言葉がないね。ないっしょ。まあまあ、いや、カットしないからね。普段の間のままだから気にしちゃうよね。でも気にしちゃうと余計喋れなくなるんだよねでもそれがいいんだよね気持ちいいよ。まあ、皆さんもそろそろもう夏休みだと思うんですけれども、この動画が上がってくるにはすでに、いかがお過ごしなんだい、おばんたちっつって。何してんで今。何してんのか。あ何をしてんのか。そっち、そっち。そうや、これ全部そうでしょ。そう。あ、なんかこの前のと似てるね。そう、似てる。でかっ。なんか葉っぱが一個一個でかいね。あれに乗りたいとかってちっちゃい頃思ってた。いいね。乗れないけど。乗れないけど乗りたいよ。やだーやだやだー、車が来てる。うん、狭くはない。いや、狭いな。こんだけ広かったら大丈夫だべや。余裕、余裕でしょ。昨日、あ、そう、昨日ですね、この車をね、もう、あの、買ってから一度も洗車したことなかったんですよ。あ、本当に？うん、でも洗車してね、まだ拭いたりはしたことあったけど。やばくない？もう買ってからもう10年くらい経ってる。で、聞いてる？そんな経つんだ。
そうだよ、お父さんが乗ってたの。あ、そうなんだ。萌のためにって言って、萌が当たる5人くらい前からそれに変えてくれたで、まあ、なんだけど初めてですね。まだお父さんに接したことあったのか。で、萌になってからでね、接したことあるよ。あ、あるんだ、これは。でも、まあ、1年2年多分してないと思うんだけど、もうめちゃめちゃすごくて、あの洗車場ちゃんと行ってね、あのすごい高圧の洗浄機、水圧がすごいジャーってやるやつで洗浄して、あのシャンプーして自分でも手洗いしてってやったんだけど、そんなやったんだ。そんな綺麗にやったんだけど、もうピッカピカで綺麗なんだ。でも洗車って気持ちいいよね。なんか、あのバスの運転手さんとかって、まあ、危ない車って言っちゃあれなんだけど、あんま汚い車とか洗車されてない汚い車とか、あのブレーキランプがついてない、あんま壊れてる車とか、そういう車には近づかないようにするらしいね。で、そういう車に乗ってる人は、要は荒いっていう、運転が荒かったり、その逆に綺麗に洗車してる新車乗ってる人とか、綺麗に洗車できてる車は、まあ、そこに気を使うほど心に余裕があるわけじゃん。そう、洗車っていうかね、まあ、最悪しなくても走るわけだから。なんだけど、それをするぐらい心に余裕がある。ちょうどミニストップがある。どうぞ。ほんと？うわー、寄りたい。寄ろ、アイス食べようよ。あー、昨日ね、昨日食べれなかったから。あれ、アイザーってもう一人日本人いるやつ？あー、3人います。サキちゃんと、嬉しい。ちょっと俺アイス食べた。昨日ね、コノスケとちょっとあの夜中歩いてたんだけど、であのバーナディンがさ、あら、そんなこと言っちゃいけない。わっ、さて、ここのミニストップのアイス、僕たち昨日食べようと思って、夜中あの洗浄しててやってないの俺忘れててさ、買えなかったね。で、今日はたまたま今あるとこメロンがうめんだね。ということで、ちょっと寄りましょうってことですね。ちょっと一回動画切りましょう。はい、ありがとうございます。バチクソ小さくない？絶対ちっちゃい。あら、ほんと若いんだね。ちっちゃいんだね。それの代償がこれだよ、これ。